あの巨人は他の巨人を倒してくれるなら、あの巨人についていけば生きられるのは勝者だけ。狙う。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。あれは味方の。味方、無事か。あの巨人は。なんだ、飛行士か。とにかく本部に急ぐぞ。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。狙う。次、聞いてくれ。提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミの考えなら私は従おう。ごめんなさい、アルミ。本気かよ。くそ、わかった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずか。かっさばいてやる。救援要請だ。はい、やったぜ。なんだ、巨人どもがみんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。ズブ、僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。次、分かった。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。潰す。かっさばいてる。ミカサ、感謝。エレンとアルミンは無事か。ついてエレン、私も行くわ。おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。救援要請。はっ、倒したぜ。
旦壁上に撤退したいが、巨人は邪魔だ。もう一押し。次。助かったぞ、アッカーマン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵か。分かった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。分かったぜ。次。作戦してるのかよ。ズブズバッタ、本部はまだ無事だ。逃がさ、他の巨人が近づいてきている。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。了解だ。巨人どもめ、私たちに壁を登らせない気か。ごめんなさい、あれ蹴散らしてる。お助け兵器、なぜこんなところに。補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。何だと。分かった、本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。巨人に会うとはついてねえな。狙う。戦わなければ勝てない。本部にいる訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。
分かった、せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。バルヒト王子、ありゃ、なんだ、ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。